左に引っ張ったフェードが打てないからちょっと左向いて、昔のジャモさんのイメージじゃないけど、こう打ち出しをちょっと右のこのイメージで、でもベラベラじゃなくてちょっと捕まったの意識で今やってる。いい球ですね。でも軌道が違うから、まあ、コントロール性が悪いんだよね。これがコースで出るんだ。それ厚すぎんだよね、当たりが。大丈夫、クロス直ってる？直ってる、直ってる。でもあれが普通なんだと思う。こう上からさ、こうスライスみたいに入れようとするとさ、俺もさ、ノブさんと一緒にさ、状態がこういっちゃうんだよ、こうやって。そうすると余ってパーンって左来るじゃん。顎の位置変えないで。顎の位置変えないで。おお、今のは、ビハインドだと。今のはね、うん、これがこういかないように。たまにやっぱり練習しとかないと。どうすか。仕上がったじゃないですか。いや、コース行ったらパーンってやるのよ。コース行ったらワンピン、この風でもワンピンも吹いちゃう。この球ね。私は今みたいにこう押さえて打ちったらこういう球だったの。だそれが嫌でバンバン動かした、うん、こういう球はやっぱ抑えてローフェード、ローボール打った時こういう球にならなきゃダメだよ。これは絶対使えない球だ。いいじゃないですか。当たりましたよね。当たった。これやっぱり手がこうガッとこう出てこないと。こうだと右手のやり方と左手が経過するからそうなるんですね。そうだ、あの連動してないんで、ね、連動してないですね。連動したらやっぱちゃんとそういう球になって
どいいですね。やっぱもう体のバランス絶対崩れるから、ヘッドスピード変わらずにフォローを大きくするとか、フォローを長くするとか、そういう意識しとかないと、ヘッドスピードってなるともうクラブがどういう風に動いてくるのか、同じ120ってたみたいな感じで140ヤード、あんまりターンってやってる感じないでしょ、ね、このサイドだけ頑張ったね。その代わり右サイド出てこないとダメだった。結構頑張りましたね今。体が回転、やっぱりそっちで頑張んないさ。ここで頑張るとさ当たんねえじゃん。ボール揃ってたのに。昔の打ち方知ると、あれ今のでも悪くないんだろうね、意外と。右サイド出てきてないけど、素晴らしい。もう入りましたね。今入ったね、出てきちゃったね。その後に110ヤード短く持ってラインだし、結構長かったですよ。長かったね、はい、やっぱりここがこうなる、ここまで出てきたら長くなるし、ここで止まっちゃったら短いし、そこなんだよね。おお、この風であそこあれぐらいしか行かないですね、うん、やっぱり強いってことですか。そうだろうね、うん、わお、わお、やりますね。いやでもマモ君も昨日ピッチングで打ってた140。簡単そうに打ってましたよ、うん、あの辺だけに、あの辺だけに。